皆さんこんにちは、看板娘のケチンです。今回もケチンレビューやっていきたいと思います。イエイ。というわけで、今日紹介する商品はこちら、ギデオンのスペルブックになります。今回このギデオンにまつわる、カードが全部で8種類、その中でランダムでホイールが1枚入っているらしいです。ギデオンのプレイン増加以外がイラストも全部新しくなっているみたいですね。私が知っているカードは、パスと、レストインピースなので、そのどっちかのホイールが欲しいなっていう風に思ってます。レッツゴー。はい、今から開けていきます。すごいね、なんかスペルブックっていう名前の通り本みたいになってますね。おー、あ、ギデオンのシルエットがあります。すごいなんか CD ケースみたいな感じで外側と一緒の感じになってますね。それでウェンザファイトシームスホープレスファイトハーダーギデオンじゃん、かっこいいなんて言ってるのかコメントで翻訳してください。で、この中に全部で8枚プラス1枚入っているみたいです。じゃあ今から開けていきたいと思います。硬いかな、ハサミできるか。よいしょ。じゃあ裏からね、こうピラッてめくっていきたいと思います。まず1枚目は、お、まずはもうギデオンさんですギデオンジラかっこいい。私はこのギデオン使ったことないんですけれども、プラス2能力が、次のターンまで自分になんか周りを守って自分にダメージが入るみたいな、このギデオンの能力っていうのが結構ストーリーで関わってくる。みんな知ってるかもしれない。知ってる？知ってるよね最近塗装対戦で話題になったストーリーがあると思うんですけど、なんか知ってるとすごいこのプレインズウォーカーのカードかっこいいなっていう風に感じます。次のカード見ていきたいと思います。す、殉教者の結合というカードなんですけれども、これは逃走者のなんかデッキにもともと入ってたカードで、新たに再録っていう形で、まあ、なんかイラストも新しく出たらしいです、ね、このイラストを皆さん見たらなんかなんとなくこうストーリー的にね、ギデオンがなんか安らかに眠っていくシーンなのかなみたいな感じに見えますね。なんかすごいストーリーになんか基づいたイラストに全部ね、なんかデザインされてるみたいで、ちょっとなんか悲しい気持ちになります。次見ていきましょう。マッチエグザイルですね。私もモダンで使っている1コストのね、最強除去カード、このねイラストはギデオンが、ね、ベルゼンロックっていうこの写ってるイラストの悪魔を、倒そうとしているシーンですね。かっこいい、いいですね。パスはやっぱり、まあ、私も普段使ってるんですけど、1コストでね除去ができるのと、あと追放っていうのがやっぱりかっこいいな、かっこいいっていうか、もう万能すぎて、私一番嫌なのがワームとグロエンジンっていう66の、摂氏ハンコンで死んだら33の摂氏と33のハンコンが出てくるっていう、もう本当に恐ろしく敵のような、回復がもう本当敵なんで、そういうカードとかもね、これ1枚で除去ができるっていうね、本当に好きなカードなので、こう新しいイラストでね、出てきてくれるのすごく嬉しいです。こいつのホイールが欲しいドン。おー、レストインピースですね。イラストもすごいなんか感慨深くて、まあもともとね、サイドからよく入ってくるようなカードだと思うんですけど、発掘とかホガークバインとか、あと、ジャンドとか、結構墓地を使った、ね、カーデッキが結構モダンにはあると思うんですけど、そういうのがね本当に苦手なん
ったんですよ、どれも。まあなんか早いターンに私は倒したいのに、それよりも早く大きいのが出てきて死んでしまうっていうなんか辛いこともあるし、うん、もうなんかタルモゴルフとかもね、結構早い段階ででかくなったりとかするんで、すごいもう助けてもらっているカードです。これのホイールも欲しい。てかもうこのイラストすごいやばいね、なんかストーリーのことを考えるとはぁって感じ。はい、このカードは信仰の守りっていうカードです。イラストもね、見ていくとイデオンが、エルドラージと戦ってますね。かっこいい。破壊不能をね持たせるっていうのがやっぱギデオンらしいカードっていう感じですね。かっこいい。す、はい、真実の確信っていうカードです。こちらもね同じくエルドラージと戦ってますね。すごいめっちゃかっこいい。こう腕からシューシューってなって後ろ向いてるけど、後ろ姿がすごいかっこいいですね。こっち、お、これは崇拝というカードになってます。これもねエンチャントですね。オケチラをに向かってね杯を持って崇拝しているっていうイラストになっていますね。あー、なんかもともとすごい崇拝してたオケチラにね、ストーリーで、まあなんかニコルボーラスの元でゾンビになってギデオンがオケチラに、矢を言いられてしまうっていうシーンがあるんですけど、なんかね、自分がもともと信頼してたっていうか崇拝してたそういう存在になんかね裏切られるじゃないけど、そういう風にされてしまうっていうのはすごい辛いシーンをなんかこのイラスト見ると思い出してしまいますね。じゃあ残り2枚となりました。うわー、最後気になる。というわけで、ラスト8種類目のカードはこちらです。おー、はい、これ、ギデオンがね、さっきベルゼノク倒す時に持ってたんですよ。このねイラストの時に、持っていた剣です。黒き剣。この剣なんかこのダーゴンっていうここにいるやつが奴隷のね体を使ってなんか奴隷の体で冷却しているっていうシーン、怖いな、こうやって作られてたんだって感じですね。はい、最後の1枚でした。いやー、最後この光っているやつが何なのか、マジでパスカリップだと嬉しいです。というわけでいきましょう。ドン。おー、まあ残念だけど、でも嬉しいよね、やっぱ光ってるとかっこいいですね。このね、文字盤のところの裏のところも光ってるし、かっこいい。このギデオンの周りのこの白いところとかが目立つよ、かっこいいです。はい、というわけで全8種類プラスホイールの開封でした。かっこいい。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。なんか本当に今回のねでかかったストーリーのところにただ関わってくるようなイラストがめちゃくちゃ入ってて、すごいもうなんか紹介しながらもうシューンってなりながら私も見ていったんですけれども、面白いイラストを見るだけでもすごい面白いセットになっているなと思います。ストーリーが好きな人はもちろん、新しいイラストのカードにアップデートしたい人におすすめ度4.5です。イエッ。というわけで今日のケイチンレビューはここまで。この動画が良かったなと思ってくれた人はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでケイチンでした。バイバーイ。